こんにちは、魔法界 .com の魔法使いパンケーキマンです。今日はホグワーツの模型を紹介します。このホグワーツの模型はブランドがノーブルコレクションから販売されています。日本ではノーブルコレクションの直営店がないので、いくつかの、お店で運よく販売されているときには買うことが可能です。例えば、そうですね、ノーブルコレクションを販売しているサイトとしては、フルービーのサイト、それから、ハリコレ、ハリウッドコレクションのサイト、そして今のところまだ販売した実績はないんですけども、魔法どころ、あと、過去には、あと、日本以外では例えば、ユニバーサルオーランドリゾートの、アメリカのオンラインショップ、もしかすると、ハリーポッターストアのニューヨーク、それから、イギリス、ロンドンのハリーポッタースタジオのグッズショップであるスタジオショップ、あと、ハリーポッターショップの、UK、イギリスのオンラインサイト、そうですね、と現地に行くんであれば、ロンドン市内にあるノーブルコレクションの直営店であるコベントガーデン店でも販売しています。で、このホグワーツの模型なんですけども、ほとんどはサイズ感としては、よくできてるんですけども、何せこんだけの面積に、いろんな要素をぐっと圧縮してますので、この辺のエリア、それからあとこの辺の後ろの方のエリアですねに関して言うと、だいぶぎゅっと圧縮した感じで再現されています。本当の、レイアウトの配置の感覚で言うと、イギリスのハリーポッタースタジオツアーの、見学の最後にあるホグワーツ魔法魔術学校の大きな模型を見ると、例えばこの塔と、フクロウ小屋がどれくらい離れているかというのが、もっと遠いよというのがわかります。ではちょっとこの模型の特徴を紹介していきます。まずここ、ボート小屋ですね。ホグワーツに入学する1年生がハグリッドに連れられて、黒い湖ブラックレイクを渡って到着するのがこのボート小屋になります。1年生はボート小屋からこの長い階段を上がって到着するのがこのホグワーツの大広間です。で、ホグワーツの大広間の隣に一番大きなメインの塔、動く階段がある塔があります。ここはちょっと隠れスポットにもなるんですけども、実はこの大きな塔から1つ目2つ目の渡り廊下の先にあるちっちゃなこの塔の地下部分にスネイプ先生の部屋と、魔法薬学の教室があります。そして、塔はいっぱいあるんですけども、ここにある、四角い形をした塔が、中心、比較的中心にあるのでセントラルタワーと呼ばれるんですけど、この塔にはレイブンクローの談話室があります。ここですね、ここには音室があって、スプラウト先生の授業で使われる音室がずらずらっと並んでます。中にだからマンドリークの栽培されている場所もここです。で、こちらの2つの塔は、スクエアのツインタワーと呼ばれています。で、回ってきまして、これが、フクロウ小屋ですね。映画の中でも、冬に、ハリーと、チョウちゃんが出会ったシーンが、撮影されてました。本当はですね、ここから、ホグワーツ橋という谷間を渡る大きなホグワーツの木造の
あの床が、斜め打ったというか波打ったようなガタガタの橋があるんですけども、さすがにそれはちょっと省略されてます。でここの、大きな時計台の奥に医務室、またムポンオフリーの医務室があります。で、グリフィンドールの談話室なんですけども、一作目ハリーポッターと賢者の石の時は、この塔の上階がおそらく男子の寝室、コモンベッドルームですね、があったという設定になっています。これは、設計図にも載っています。そしてこの塔の横の建物の中、ここが角っこがおそらくグリフィンドールの談話室の場所でした。でところが、映画が進むにつれて、グリフィンドールの談話室の場所の設定が、変更になっていると思います。まあ見てると気づくんですけども、もともとは、この建物とこの塔が談話室と寝室だったんですけども、後の、後編ではこの一番大きな動く階段の塔がに、グリフィンドールの談話室が映っています。そしてこの動く階段の塔の、出っ張った3つまだちっちゃな先頭が連なって出っ張っているところがダンブルドア校長の校長室です。でさらに回ると、分かりますか、ここにあるちっちゃな小屋が、これが、ハグリッドの家、ハグリッドの小屋です。でさらにちょっと上に上がってくると、ここに、暴れ柳もちゃんと植えられてます。この、ノーブルコレクションの模型は、おそらく、映画ハリーポッターとアズカバンの囚人の時のホグワーツを再現した模型になってます。なぜそうかというと、注目すべき点がこの塔にあります。この塔は、シリウス・ブラックが閉じ込められていた塔の上の、牢獄、まあ、牢屋がこの塔なんですね。それが再現されているので、この模型の時期はアズカバンの囚人だと言えます。というのもですね、実は映画ハリーポッターでは、作品によって、ホグワーツの形がどんどん変化していってます。アズカバンの後の作品のホグワーツを見ると、実はこの塔がなくなってしまってます。その代わりにこの辺の位置にですね、天文台の塔がもっと大きなものができてます。でこれも、まあ、映画で見直すか、もしくは、ハリーポッタースタジオツアーのホグワーツ城、同じくスタジオツアーにある、ホワイトモデルの模型を見れば、違いがわかります。まあ、気になる方は私の、魔法界 .com でレポートを上げてますので、写真をちょっと確認いただければと、まあ、概要欄の方にもリンクを貼っておきます。サイズ感、この模型としてはよいしょ、台座と上のこの後ろ部分がもともと2つのパーツに分かれて、段ボール箱に入っています。で、この台座にかぶせると、まあ、このようにセットして完成という形の仕組みです。あと特徴としては台座自体がですね、この周囲が、金色のきらびやかな美しい台座になっています。でこの面だけ、ここに、ホグワーツの文字が入ってます。なので、まあ、台座がこちらが正面という形です。であとこの模型なんですけども、実は、USJ では販売していないんですが、見ることができます。どこで見れるかというと、フクロウ小屋の下ですね、
ゆくる大小屋の下で、お店ダービッシュ&バングズの出窓があります。まあ、もっとわかりやすく言うと、マジカルワンドで魔法体験ができるワンドマジックの出窓ですね。そこで実はこの模型の中心部分が使われています。全く同じものですので、ハリポッターエリアに行かれれば一度確認してください。そうですね、他に紹介すべき